はい、どうも石原です。 iPhone 11 Pro Max を9月に買ってからもう半年ぐらい経つんですけど、あと約半年後にはね iPhone 12、新しい iPhone 11 の後継機である iPhone 12 が発売されるんですけど、もうこの時点ですでにですね iPhone 12 に関しての最新の情報がいくつか出てきましたので、それをちょっとご紹介したいと思います。海外メディアである BGR というね、サイトからの情報なんですけど、iPhone 12は、新たなデザインが使われるだけでなくね、多くの主要なアップグレードも行われる見込みだとしているんですけど、今回はね、その記事を参照しながら、皆さんに2020年秋に発売される iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max になるのかな?に関しての7つのリーク情報をご紹介したいと思います。ではまず一つ目ですね。かなり大きなデザインの更新が行われるということです。毎年ね iPhone を最近版でデザインが一新されてますので、今年もですね iPhone 12のデザインは、iPhone 11シリーズの、デザインを、ガラッとではないでしょうけど、ある程度保ちつつ変更してくると思うんですけど、その中でも大きなデザイン変更が行われると伝えております。で、二つ目。Apple の、iPhone 12 モデルには、すべて 5G が搭載されるということで、これはね、もうすでに日本の、ドコモとかでも、5G 対応のスマートフォンが発売されてますので、この2020年の秋に iPhone が 5G に対応してなかったら、これは問題だと思いますので、そこはもう現実味があるとは思います。で、三つ目。これはリアカメラにね、3D 振動センサーというものが導入されるということなので、トリプルカメラもしくは、それ以上のカメラが搭載される可能性があると伝えています。で、四つ目なんですけど、スクリーンサイズがですね、一番最小サイズで5.8 インチなんですよ。iPhone 11 Pro が5.8 インチなんですけど、なんと iPhone 12ではですね、5.4 インチのサイズが発売されるんじゃないかという伝えています。で、5つ目ですね。iPhone 11 Pro Max は 6.5 インチのディスプレイだったんですけど、今度は iPhone 12 Pro Max になるとは思うんですけど、その大型の Max のディスプレイサイズが大きい方のサイズが、6.5 インチから 6.7 インチになると言われております。で、6つ目がですね、iPhone 11 Pro と iPhone 11 Pro Max に2019年ね、トレンドにもなってるミッドナイトグリーンというね、色が採用されたんですけど、この2020年も有効色といいましょうか、トレンドになっている、クラシックブルーという、青を基調とした、ネイビーブルーが出るんじゃないかということで、このように画像もですね、出てますので、少しちょっとこう、今年の iPhone は青系の iPhone 12が象徴的な新型 iPhone になるんじゃないかと思います。そして最後7つ目なんですけど、iPhone 12のディスプレイのリフレッシュレートが 120Hz になるんじゃないかと言われております。だいたい今現状のスマホのリフレッシュレートで言うと 60Hz ぐらいなんですよね。で、120Hz が採用されてるのは、レイザーフォンという、レイザーフォン2ことみたいなんですけど、これね、やっぱりなかなかこのディスプレイサイズで 120Hz を採用するのはかなりね、稀だとは思うんですけど、2020年の秋口に発売される iPhone 12にはそのリフレッシュレートが 120Hz になるんじゃないかと言われております。この7つの中で特に僕が現実味があると思うのは、やはり 5G に対応すること。そして2020年の流行色であるクラシックブルーを基調としたネイビーブルーみたいな色が iPhone のカラーリングの主役として誕生するんじゃないかっていう、この2つは結構現実味があるんじゃないかなと思っております。はい。ということで、今後もですね、Apple の最新情報であったり、僕が気になる最新情報であったり、iPhone に関してとか、iPad Pro とか、AirPods Pro とか、あとは、ガジェットとかですね、いろんな情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またですね、過去にもいろいろ Apple に関する製品のレビューとか、使い方とか、あとは映画とか本のことについてもいろんな僕の持ってる情報を発信していますので、過去の動画もぜひチェックしていただければ幸いです。はい。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画で。